この湯山っていうところの方が沢がもうなんていうの、土砂がそう4メートルぐらい詰まっちゃって、町内の方がある程度片付いたら、このボランティアさんがこの学校のビオトープを土砂が入ってしまったもんでね、それじゃあ見に来てくれて、それじゃあやりましょうっていうことでやってくれるようになったんですよ。ちょうど12時ごろ、そこの横立てに、水門があるんですけども、そこを見に来たら、もうこれぐらい50センチぐらいの高さのところまで水が来てたんですよ。っていうことはもうこの辺はほぼ満水の状態だったと思うんですよね。ビオトープに全部泥が入ってしまって、でビオトープの池が全部埋まってしまった状態です。でビオトープがだいたい深さが2メートルぐらい深いところであったと思うんですけど、すべて泥が入ったっていう状態 で、あと、ビオトープにの周りを歩く道もあったんですけど、そこのところにも泥がかぶってしまって、それでもうくるぶしよりもちょっと深い感じで泥が入って、全く中にも入れないような状態でした。河原みたいな泥がこう一面敷き詰められたような状態になってしまっていて、運動場一面こんな泥がこう敷き詰められてしまっていて、もう運動場を見た状態でも子どもたちはショックで、教員で少しずつ作業を始めたところ、子どもたちの方が僕たちに運動会までにできることなんかないですかって言って、1日かけて一緒に子どもたちと泥を取ったりとかっていう活動もして、授業をやりながらですね、少しずつ進めて、2週間かけて運動場はなんとか使えるような状態になったっていうことなんですが、ビオトープの方はやっぱり授業をやらないで作業するってこともできないし、この大量の土砂を子どもたちだけではとても片付けられなかったので、本当にありがたい気持ちでいっぱいです。と、僕地元が静岡なので、来るしかないだろうなっていうところで何回も来させていただいてます。もともとそのフェイスブックとかで調べて、この被災する前の写真を見せたり拝見したりしてたんですけど、やっぱり子どもたちが遊んでた場所っていうところもあるので、1秒でも早く復旧できたらいいなと思って活動しています。3ヶ月前ですかね、日本財団さんにうちの工具を寄付した経緯がありまして、日本フィルティとして会社として参加することになりました。最初台風15号が来た時に、ニュースでしてたんですけども、いまだにこういった災害現場があるってことを我々知らなかったので、大変な思いをしていることで、我々が少しでも力になればと思ってます。こういったね、災害現場があるっていうこともいろんな人に広めていきたいと思ってます。週末だけ毎週入ってます。普段は、機械系のエンジニアというか設計をしてるんで、普段こんな重機とか乗らないんですけど、ビオトープ最初から入ってるんですけども、もう最初は水浸しといいますか、もうドロドロの状態だったんで、それをまず重機で全部出して、で、この木道とかも全部埋まってたんですけど、木道も全部イビウサとか手で、作業できる人たちにスコップで書いてもらって、でまずドロドロを全部取った状態が今の状態なので、そこから小学校の方とか地元の方の要望を踏まえて、理想の姿にしていくっていうのをやってます。大まかに言うと、もうここも池、あっちも池だったんですけど、ここはもう池じゃなくして広場みたいに遊び場にしたいっていうことなんで、大まかに言うと、そういう普段元の姿とは違うんですけど、そういう姿にしたいと。
ということです。また子供が遊べる場所になってくれたらいいなと思って頑張ります。子どもたちとね、今後本当にさっき3年ぐらいかけてビオトープを少しずつね直していってっていうふうに思ってたんですが、まあ、子どもたちもね3年先ってなると6年生なんか卒業してしまいますし、やっぱり今の6年生がこの学校にいる間にね、まあ、元あったビオトープに戻してあげたい気持ちはあったので、こうやってボランティアの方がねやっぱり入っていただいて初めてねそういう作業が成り立つことなので、もう本当にありがたいという感謝の気持ちでいっぱいです。